はすごいな、すごいことを思い出す。なんで前ビールを買ってきたのか、店はしてしまった。だってそんな安いと思わなかったんだよ。バグじゃん、バグ。ちょっとさすがにね、引くレベルより安いから、うん、あれだやばい。どうしたっていう。確かに、あれ安すぎね、これ、うん、安い、やばい。あ、これちゃんと揚げたてだった。揚げたてだった。うん、揚げたてかなって思って思ってきたから、多分揚げたてだった、これ。さっきのポテトちょっと硬くなかった？ん？ああ、確かに、うん、柔らかい、これ、無事柔らかい。あ、あ、いいね。え、でも俺の間もだいぶ減ってきたから。なるほど。ソウルチャージ。ソウルチャージ。魂の入れ。実際、クドさんだったらガチのソウルチャージになるから。クド、いいぞ、好きなだけ食え。俺のもんじゃねえから。店長、枝豆だけすげえ減ってくるんですけど。どうしてこれ、来る枝豆だよ、これ。基本取れ。クドさんだったら、あれごと持ってくる。マジさすがにクドさん、でもクドさんバイトありがちなのさ、4個で全部枝豆って、なんでもう一つ辛うとレモンって言うの。辛い。別に俺、何のデメリットも困らないから、いっぱい食っていいよっていう。で、石村がうどん食ってたらバカにする。やっぱ好きなんですね。クドさんの枝豆好きはやばいな。気づいたらマジ消される。いや、なんか普通にカラオケ屋でさ、ポテトあの1個頼んだみたいな時これ460円でくせえやつじゃん。唐揚げとかに比べて考えればもう600円いくわね。うん、まあ、俺うどん2杯とか多分300円ぐらいいけるよ、あの大きさだったら。うどんだけで。こう見るとさ、鶏木のさ、キャベツ食べ放題だいぶ可愛いよね。まあ確かに、あの居酒屋の中ではいい方だよ。うどんさんさ、ビールに合うつまみって何だと思う？俺はさ、俺はまあさ、一番好きなのは枝豆だけどさ、あと揚げ物とかじゃないです。そんでおじさん、両方ビール飲み放題、枝豆、ポテト、唐揚げ、イカメケさんの食べ放題って。他にうどんでも出てくるよ。え、いくら？2800円。お前なんで早く言わないんだよ。黒さん、場所ちょっと遠いけど大丈夫？いいよいいよ、大丈夫大丈夫。やばいな。クロさん、枝豆好きなだけ食っていいよ。マジで言ってる？だって。もう実際、いいんだよな。あればいいんだよな。俺らが枝豆食えなくない人だけど、ちょっと欲しいんだよなって思いながら。クロさん、ビールより枝豆食いそうな。どうする枝豆コーナーとかでさ、本日の枝豆終了しましたけど。単にさ、鶏肉のキャベツ食べ放題は確かに美味しいけどさ、よく言えばあれお前枝豆とか食べ放題がいいわけじゃん。よく言えばね。仕方がなく食べ放題キャベツを食ってます感はあるじゃん。でもなんかキャベツの中では最高ランクに入る。キャベツの中では最高ランクだな。俺あそこのキャベツが好きだよ、うん、あのキャベツっていうかあの味付けだろうね。そうそうそう、タレが好き。そう考えると、揚げ物の食べ放題でかいかな。だから個人的に最初のトレイいっぱいで、多分ちょうどいいかもしれない。あとはゆっくり行こうかなと思ってたもん、こっちは。いや、今びっくりしたわ。俺と同じぐらいのペースになるからさ、誰とこいつと思って。俺
くなって落ちるって落ちる。さっきちょっと入ってたな。今も山坊おじさんになってくださった。今日も入ります。めっちゃ怒ったのさ、あの秩父道中でめっちゃ食ってました。個人的にもう大丈夫なんだよ。俺全然食ってないからな、あんま。うん。最後に残りかすも一応食ったわ。食いながら行ったから。あ、そうなんだ。これが殴り切ったんじゃないか。いやね。もったいねえなって言ったからさ、どこか今も探しついでに食ってたからね。ああ。だからさ、山の中でさ、なんかあのマクドのポテト食いながらなんか何かを探してるおっさんみたいなやつが。今さ、山の中でっていうのはさ、分かってうまかったしさ、何かを探してるのが分かったんだけどさ、おっさんっていうのはさ、もうおっさんってさ、自虐してるのがある。おっさんだよ。おっさんか、おっさん。おっさん。おっさん、俺中3の時言われてるの嫌だ。すげえよ、教師のホッサンくんに言われた。サンなのかクンなのかどっちかに違うんだよ。やばいよ。さかなクンさんみたいなやつ。さかなクンさんみたいな。どっちや。さっきのバスゲームトラップは大行みたいに言ってる。